どうしたんだ翼、ずいぶん。うん、最近ちょっと寝ぶ…あのね、私とキリアさんに二人で歌う新曲を化粧品 CM のイメージソングに使いたいんだって。すごいじゃないか。ありがとう。私今回はキリアさんと対等…でも今の私の実力じゃまだまだキリアさんには及ばない。だから…大丈夫か翼、体調が相当悪いんじゃ。少しクラッとしちゃったみたい。心配か。いろいろしてる特訓ってどんな感じなんだ。ね、まずはヒップホップの勉強でしょ。あとはリズム感を、今の私にない新しい自分を手に入れるために毎日行け。それは寝不足にもなるよ。私なりに頑張ってるつもりなんだけど、いくらレッスンしても何かが…それでね、私思ったの。この場所で新しく宝箱を見つければ、リュ、この前はあんなにうまくいったんだもん。今回だって宝箱があれば何か…俺にできることなら何でも…ありがとう、いつきくん。じゃ…いつき、今の話を聞い…頑張りすぎというか、それに、頑…そうね、翼にはもうしっかりとしたじ…はい、俺も…だから翼が私に挑戦しようとしてくれてるのは嬉しいんだ。今のあの子は一人だけで何とかしようと思いすぎて…言われてみると確かに翼ってそういうところがある…十分な実力を持ってるんだから、変に遠慮なんてせずに思ってることを私に。翼と私は。翼に言ってあげないんですか。キリアさんからそう言われたら喜ぶと。翼に直接っていうのはなかなか伝えづらくて。わかりました、俺少し翼と話。ありがとう。敵だ、不意打ちに気をつけ。はっ。ひとまずは安全か。なあ翼、頑張りたいのはわかるけど。いつきくん、あのね、私キリアさんはやっぱりすごい。神様ギブミーで共演してリインカーネーションをカバーさせてもらって、それに友達以上恋人未満をあんな風に歌えるなんて。翼だって十分すごいよ。ギブミーの時はちゃんと。ありがとう。でもそれはきっと勢いで駆け抜けただけ。もちろんあの時は全力で頑張ったけど、今回は。翼はもうキリアさんとも対等に歌えるって俺は思うけど。私なんかがキリアさんと対等だなんて。翼を今までずっと見てきたからこそそう思ったんだ。これまでいろいろな仕事をこなし、綾葉さんを救ったり、あの前川あずさだって超えてきたじゃないか。いつきくん、新しい魅力を探さなくても翼はもう自分だけの武器を。これまでやってきたことをもっと。しそうかな。戦いは回避できたか。いきなりかせい。敵の気配は消えたようだ。
敵だ。一気に決めろ。みんな落ち着いていこう。今がチャンスみたいよ。落ちろ。私から行くね。クリアさん、チェンジします。やしろ。任せておけ。行くわよ。頼んだわよ。任せろ。私もラスト。みんな大丈夫か。私の秘術、キリアだけに。気をつけろ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。セイ。戦え、いきなりだ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。やっ。はっ。戦いは回避。俺が力になる。行くぞ。はっ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。てはっ。敵の気配は消えたようだ。ミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。や、俺が力になる。行くぞ。てら。や。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ。戦いは敵だ。一気に決めろ。せい。この日を逃すな。飛んでっちゃえ。フォローミー。次次は俺が任せた。任せて。いけるわね。つなぐぞ。やれ。俺や。ヤミヤミ、よろしく。来た来た来た。頼みます。やってみるね。やった。これからも大好きな歌を歌い。俺を構えろ、イツキ。せい。ひとまずは安全か。これはミラージュの剣。せい。
てらせいせいせい戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。その技でいきましょう。見つった。いいね。みんな、ついてきて。次は、グッ。次。近くに、やれ。いいわね。頼んだわよ。まだまだスペラー。もう一撃行って。オーケー。ライドビッグウェーブ。やった。俺たちは負けない。戦いは回避。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。はっ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。はっ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。へい。やっ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。戦いは回避できたか。気をつけろ。ひとまずは安全か。イツキ、近いね。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。せい。これはミラージュの気配。やっ。はっ。はっ。やっ。戦いは回避できたか。
これはミラージュの気配。じゃあ一まずは安全か。気をつけろ。じゃあせい。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。せい。ひとまずは安全か。じゃあ敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ囲まれた。記憶などなくても俺にはイツキとの絆がある。バッチリ殺せるからね。この間合いならこの日を逃すな。セッション行きます。続いてください。グッ。いけるわね。あやれ。任せて。ぶちかましてきなさい。もう一撃。次は作ったわ。次いただき。次頼むぜ。お安い御用だよ。やったー。俺たちは負けない。俺の技今のイツキなら使いこなせる。やったな。うん。せい。せい。気をつけろ。ひとまずは安全か。いきなりか。やっ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。やっ。敵の気配は消えたようだ。どうしたの翼。イツキ君。話は後にしよう。行くぞ。絶対に負けられない。今がチャンスみたいよ。頼んだぞ、クロム。運命を超える。みんな、ついてきて。今だよ。グッ。次。つなぐぞ。つなげ。やるわよ。頼んだわよ。ナイスコンビネーション。パス。ギャビン、よろしく。トランスミー。キッシャー。いくよ。この戦い、絶対負けられないよ。オッケー。貫くよ。いいわね。俺から行く。頼んだ。ヤビ、よろしく。手伝って。あとは任せた。任せて。
いけるわね。次、いただき、信じてるぜ。オーケー、やりました。これで一件落着だね。翼、そういえばさっき何を言う。あのね、いつきくんに言われて、自分のや最初はただキリアさんに憧れて、だけどいろいろな仕事を乗り越えてきたことで。翼、いつきくんが教えてくれたから。キリアさん、私前とは違う。そうよ翼、あなたには先輩後輩ではなく、デュオとしてお互いを高め合うライバルとして。キリアさん、私キリアさんに負けないように精一杯。期待してるわ。今の翼の、そうすることで、きっと新曲。はい。宝箱が消え。いいんだよ、いつきくん。きっと。さあ、戻ってレッスンの続き。はい、キリア。なんだかご機嫌ですね、舞子さん。当然よ。何せ翼ちゃんとキリアの仕事が CM の評判もいいし、新曲も大ヒットしてる。事務所としてもホクホクなんだし、上機嫌。二人の歌、街中でも聞きますよ。店に入った時とかに流れてます。だしょだしょ、今うちの事務所にビッグウェーブが来てると思うの。翼ちゃんとキリアは何かこれから二人でやってみたい仕事ってある？そうね、ギブミーみたいなクールで可愛い感じ。私は今までにやったことのない新しい、いろんな経験の積み重ねが自信になっていくって思います。あら、キリアに言い返すなんて。言い返すだなんて。でも本当にそう思ったんです。いろんなことに挑戦していきたい。翼、私もあなたに負けないよう、今よりもさらに上を目指。はい。それにして、どうしたの？あの時、どうして宝箱は消えてしまった？気になるなら、チキに聞いてきたら？あの子なら何か。宝箱が消えた理由？チキならわかるかなと思って。もしかしたらだけど、
自分で…うん、あの宝箱は素質があるのにできなくて悩んでる。自分できっかけをつかめた人には必要なくなるから。確かにそうかもしれないな、翼…でも答えにチキちゃんの見つけてくれたあの場所での経験があったからだと思う。だからありが…うん、私こそ翼お姉ちゃんを手伝…そういえば翼、今の自分をキリアさんにぶつけてみたいって言って…うん、改めて言われる…あの時、翼の新しい面が見えた気がして驚いた。あんな風にずっと私を見守っていてくれた樹くんの言葉だからこそ、勇気、やっぱり樹くんはいつでも私に勇気と…俺もそうでありたいよ、翼はた…いいの。でも樹くんが私に勇気をくれるなら、私もしっかりと答え続ける。私なんてみたいな弱音はもうなし。自信を持って、それで見てくれる人みんなを素敵な笑顔にするのが、これからもたくさん樹くんの知らない新しい私を見せちゃうから、楽しみにしててほしいな。ねっ。